はい、どうもブラッドです。今回はエンゼルスのこのオフシーズンの主な補強について評価していこうと思います。はじめに一件一件の評価をして、で最後に全体の補強の評価をしますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ではやっていきましょう。まずはトレードを2件見ていきます。1つ目はブレーブスからエバン・ホワイトとタイラー・トーマスを獲得して、マックス・スタッシーとデビッド・フレッチャーを放出したトレードです。このトレードの目的は主に2つ、ロースター整理とサラリーダンプでした。フレッチャーとスタッシーは正直今季のエンゼルスの戦力として不安視されていたっていうのと、ロースターの枠の問題もありましたので、彼らを放出するに至りました。そしてこのトレードによってエンゼルスは450万ドルのサラリーダンプに成功しています。このトレードの評価は S から D の5段階中 B です。まあやるべきことをそつなくこなしてくれたかなっていう印象ですね。ただ加入したエヴァン・ホワイトがここからブレイクする可能性もないことはないですし、タイラー・トーマスはオープン戦で4登板して失点0と、なかなか面白い存在だなぁと感じますので、どちらかというと A よりの B 評価としておきます。続いてもう一件のトレードですが、カージナルスからギレルモ・ズニーガを金銭トレードで獲得しました。金銭の額は分かっていません。この評価は A です。マックス102マイルのファストボールはやはり魅力的です。そしてこれは結果論になっちゃうんですが、オープン戦8登板でフォアボールが0と、課題の制球に改善が見られるところも含めて考えるといい選手を取ったなぁと感じています。昨年デビューしたばかりなので当然マイナーオプションがあり、また調停権を得るまで3年ありますからね。とんでもないお買い得選手になる可能性を秘めているという期待感込みで A 評価としました。ここからはフリーエージェントとの契約を見ていきましょう。まずはリリーバーのロバート・スティーブンソン、契約は3年3000万ドル、評価は S です。このオフエンゼルスが獲得した選手の中で最も契約額が高い選手です。昨年レイズでカッターを習得してから好成績をマークしたスティーブンソン、エンゼルスの中ではクローザーを務めるポテンシャルを持っていますので、3年3000万ドルは決して高くないと思いますし、そもそも昨年大きな弱点だったブルペンにスティーブンソンのようなピッチャーを加えられたっていうこと自体が非常に素晴らしいです。なのでこれは文句なしの S 評価としておきます。続いて1年900万ドルで再契約となったマット・ムーアですが、こちらも評価は S です。エンゼルスのブルペンは左ピッチャーがほとんどいませんので、ここにムーアクラスのピッチャーを加えられたっていうのは非常に大きいです。ブルペンに900万ドルは決して安くはないんですが、昨年のムーアの防御率は 2.77 で、ベースボールリファレンスが算出するウォーが 1.5 なので全然高くはないなと思っています。続いて1年425万ドルで契約を交わしたルイス・ガルシアですが、こちらの評価は A です。昨年は防御率 4.07 と良くなかったんですが、22年は 3.39、 21年は 3.24 なので、バウンスバックの期待を込めています。あとタフなところが高評価、短縮シーズンだった2020年を除いて過去6シーズン中5シーズンで59試合以上に登板していますので、この金額でイニングが計算できるっていうのは心強いです。なので年俸分くらいは十分活躍できるのではないかっていうことで評価を A としています。続いて年俸175万ドルで契約したホセ・シスデロの評価ですが B です。2019年から2022年の4年間の防御率は 3.26 だったシスネロ、この間堅実な活躍をしていますので、実績のあるピッチャーを獲得できたっていうのは良かったのかなと。ただ昨年は防御率 5.31 と全く振るいませんでしたので、まあ可もなく不可もなくという評価にしておきます。続いて165万ドルで契約を交わしたアダム・シンバーの評価ですが A です。昨年は22試合で防御率 7.4 と散々な成績に終わりましたが、その前2022年と21年はどちらも70登板以上して防御率2点台と大活躍しています。これだけ聞いてもバウンスバックに期待していいんじゃないかなと思うんですが、さらにですね、シンバーは昨年の不調の原因をはっきりと認識しています。
シンバーが言うには、当時スプリングトレーニングの前に致命的な病にかかってしまって、体重が10ポンド、およそ 4.5 キロ落ちてしまいました。さらにその後、スプリングトレーニングで肩を痛め、その後復帰を急いだため、また肩を痛めてしまいました。なので今季、健康な状態で春を迎えられましたので、また2、3年前のような素晴らしい活躍を期待してもいいんじゃないかなと思います。それでいて年俸165万ドルですからね。コスパと期待値で評価を A としました。続いて100万ドルで契約したザック・プリーサックの評価は A です。彼も他の選手と同じようにコスパが大きいです。プリーサックはデビューから2シーズンで29先発し、防御率は 3.32。それ以降は苦しんでいますが、活躍した当時の姿がまた取り戻せれば非常に大きな戦力になるのは間違いないです。さらにプリーサックはマイナーオプションがまだ2つ残っていますし、保有年数はあと3年、今年だけじゃなくそれ以降も大きなプラスとなる可能性を秘めています。もちろん活躍できないことも大いに考えられますが、たったの100万ドルですのでこの契約は A 評価としておきます。続いて90万ドルで契約を交わしたアダム・コラレックですが、評価は C です。さっきも話した通り、エンゼルスは左ピッチャーが少ないので、左腕を獲得できた。しかもキャリア通算の対左打者との成績は、OPS わずか485と、左キラーぶりを思う存分発揮していますので、そんな選手を90万ドルで契約できたのは非常に良かったです。ただ、獲得した後、およそ1ヶ月半でアウトライトでマイナーに送りましたので、ちょっともったいなかったんじゃないかなっていう気持ちがあり、評価を下げました。最後です。年俸74万ドルのアーロン・ヒックスですが、評価は S です。ヒックスはもともとヤンキースと複数年契約を交わしていましたので、エンゼルスは最低保証年俸の74万ドルだけを負担するということになっています。彼も他の選手と同じで安いから評価が高いです。プラスまたこれ結果論ですが、オープン戦で打ちまくってます。なので現状の僕の気持ち的に、取ってくれてよかったな、しかもこんなに安いの嬉しいねっていうことで高い評価にしました。では最後の最後にですね、総合評価なんですが、ダントツの D です。圧倒的 D。これまで紹介してきたように、一人一人の契約に関しては、まあそれ獲得したら嬉しいんでね、おおむねプラスの評価になりましたが、全体像を見た上だと、このオフの補強、全くもってナンセンス。ミナシアン GM はコメントで、このオフシーズンはアグレッシブに動く、チームをより良くしていくって話してたんですが、蓋を開けてみれば、ブルペン投手数人に最低年俸の野手一人、大谷選手が抜けた穴はね、全く埋まってませんし、昨年弱みだった先発陣も補強せず、しかもモレのオーナー、予算を抑えるって言ってましたし、だったらペリー、アグレッシブとか言わないでよって僕は言いたい。昨年エンゼルスは贅沢税のペイロールが2億3000万ドルぐらいでしたが、現状はファングラフスによると1億8917万ドル、その差4000万ドル。まあお金を出すオーナーにもいろいろ事情があるのかもしれませんが、まずは勝つっていうことを念頭に置いていただけませんかね。今季メジャーでの活躍が見込めるプロスペクトもいないですし、お金をちゃんと出して補強しないと今のエンゼルス勝てませんよ。しかもよ、トラウトが補強してってずっと言ってたにもかかわらず補強しない、それも踏まえるともうマイナス S 評価って言ってもいいくらい。ロバート・スティーブンソンを3年3000万ドルで獲得したときは、お、エンゼルス、このオフやる気あるなって思ったんですけどね。まさか、あれがピークになるとは思いませんでした。絶対先発は取るべきだし。あと、噂のあったアーメッド・ロサリオとか、ジオ・アーシェラみたいなユーティリティも取るべきだと思ってたんですけど、誰一人取れず。まあ獲得しようとしている選手が絶対にエンゼルスに来たくないって言うんだったらもうしょうがないかもしれませんが、例えばロサリオもアーシェラも基本年俸150万ドルと激安ですし、ここ数年デプスが弱くて負けが込んでいる面もありますので、そこはもっとお金を積んででもどちらかは取ってきてほしかったです。まあ言いたいことはそんなとこですかね。
ペリーが言うように今エンゼルスにいる選手たちが才能あふれているっていうのは僕もその通りだと思いますけど、他球団と比べて今のままでいけるかっていうとまたそれは別だし、それはさすがに舐めすぎてますね。まあまだこっから補強がある可能性もゼロではないんですけど、今のところこのオフシーズンの評価は僕はかなり低いです。ぜひ皆さんもこのオフシーズンのエンゼルスの補強について何か言いたいことがあればどんどんコメントで教えてください。はい、では今回以上とさせていただきます。ご視聴誠にありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、X のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。レッツゴー、エンジョー、さよなら、バイバイ。